奈良岡莉子の今日もベロベロということで、今回は宅飲みをしていきたいと思います。そして宅飲み、ただの宅飲みじゃありません。このおつまみ見てわかりますでしょうか。これも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 全部セブンイレブンのおつまみで宅飲みをしていきたいと思います。私セブンイレブンのね、おつまみもう大好きなんですよ。お値段安いのにいいクオリティのものが多い。もう飲んべ大歓喜という感じでね、もう酒が進んで仕方ないつまみばかりなので、今日はおつまみセブンイレブンのものを1000円分買ってきました。で、1000円以内でお酒はねちょっと込みにはしなかったので、まあ1000ベロではないんですが、多分お酒入れても1500ベロぐらいで収まるような内容にしてみました。本日のラインナップはこんな感じです。かなり豪華じゃないですか。このおつまみたちで1000円以内って安いよね。おつまみカニカマ198円、切れてるだし巻き卵138円、ピリ辛穂先メンマ118円、ポテトサラダ118円、冷凍餃子128円、安い。そして大好きなサバの塩焼きは268円です。もうさ、全部めちゃめちゃ安いよね。もう最高です。お家でかなり贅沢ができちゃうので、セブンイレブンのねこういうお惣菜系はもう神でしかないんですが、これらをですね、まあ冷凍食品のものもあるので、ちょっとチンしたり器に盛り付けてみたいと思います。ドンということで、こんな感じになりました。ちょっと待って、これ控えめに言って最高すぎじゃない？やばい。やっぱりこういう風にちゃんと器に盛ると、さらに私は宅飲みのこの欲が増すので、やばい。皆さんお疲れ様です。いただきます。プシュッ、一杯目朝日です。乾杯。何もしてないけど今日も一日頑張ったなっていう気になるよね。幸せだ。で、これ最近欠かせない宅飲みグッズ、缶をね冷やしてくれるこのクーラーです。水滴も垂れないし、あと冷えたまま美味しく飲めるので、宅飲み大好きな方これは絶対買いです。メンマからいただきます。うーん、おいしい。マジセブンのメンマ美味しい。なんでしょう、このメンマはね食べ物じゃないんですよ、飲み物。うん、飲めちゃう。うん、合うね。欲しくなったのかいま。うん、ねえあんた危ないの食べちゃいそう。ポテサラ具沢山だね。バサッといこう。うん、うまっ。うまい以外何も言えない。うん、やばい、3号缶だからちょっともうなくなりそうなんだけど。カニカマ2種類入ってんのよ。ほぐしたカニカマと、あと結構ブリンと、もうカニの本当の身みたいなブリンとした2種類のカニカマが入ってるんですけど、このねハーモニーですよ、ハーモニー。2種類いっぺんにいっちゃおう。いただき。うまっ。うまっ。笑っちゃうよもう。うまい。これね、マヨネーズであえてるんだけど、からしマヨネーズを使ってるみたいなんですよ。で、そんなに辛さは感じないけど、からしの風味を感じて、もうねこれマジで大好き。このね今日のおつまみのラインナップの中では、このカニカマはちょっぴり割高なの。唯一ではないんだけども200円なんです。今回200円台いってるのはカニカマとサバだけなんですけど、カニカマに200円ってちょっと割高なんじゃないってね思われるかもしれないけど、その価値はある。だってこれカニカマじゃなくてこれカニだもん。マジでまんまカニ食ってんのよ私今。ごまちゃんなんかいたずらしてる。ごまちゃん見っけたぞ。ごまちゃん、つ
セブンのお惣菜の切れ端をあなた舐めようとしてるんでしょう。バレてますよ。お出汁たっぷりすぎじゃない？ほらジュワーっといっぱいお出汁がある。出汁巻き、うまっ。もうさ、これ汁もう出まくっちゃってるもん。だしうまっ。料亭ここ。1000円で幸せって買えるんだな、マジで。やばい、もうないんだけど。おかしいな。誰だ私の酒飲んだの。ビールなくなっちゃったので2杯目もういきます。じゃーん、期間限定のセブン限定のクリアクーラーっていうシークワーサーサワーです。アルコール分がちょうどいいんですよ。 6% ちょうどいいよね。100円は安いよね。コンビニで買える100円のサワーはありがたい。ではプシュいきますぜ。せーの、プシュ。犬に嫉妬されてます、酒飲みやがってって。いただきます。2貫目かー。あ、飲みやすい、美味しい。あ、これは美味しい。あ、さっぱり。シークワーサーだから結構酸っぱい系かなと思ったけど、全然酸っぱくない。甘すぎず苦すぎずで美味しいですね。ちょっと氷入れて飲もうかしら。これジョッキでいきます。ジョッキで飲むとでも居酒屋っぽくていいよね。イエーイ、ジャストミート。さらに美味しいと思う、氷入れたから。うん、うまっ。サバの塩焼きいきたいと思います。これがね、激うまなのを知ってる方多いと思います。まだ知らない人は今すぐセブンに走って。アホほど美味しいのよ。クラね、焼けてるし。これもね、ちょっぴりレンジでチンしてみました。うまーい。酒が進まないわけないもん。あ、まあ、今日はね、ちょっとお酒のあてにね、贅沢ながらしてしまいましたが、これは普通にご飯でもね、もちろん食べてほしいです。お魚焼くのって家でやるのめんどくさいじゃないですか。うちんちもね、グリルあるけど、やっぱグリルって洗うの面倒だから、わざわざ魚買ってきて焼いて食べるっていうことをほぼほぼってか、まだ一回もしてたことないんですけど、まあ、そういう時にね、ちょっとセブンで買ってこのサバの塩焼き楽するっていうのがすごく贅沢な気分になれるし、まあ、普通に自分家のね、グリルで焼いてもね、こんなに美味しくふっくら焼けないから、本当にね、これ美味しい。柑橘系のサワー一択ですね。焼酎水割りとかでもいいな。あっさり系のお酒好きな人はね、このあてはベスト。うんうん。じゃあ私の大本命まだいました、こっちに。餃子でーす。これ焼き餃子120円だよ。やばくないですか。5個入りで120円ってコスパ良すぎじゃない。で、私は餃子は酢胡椒派なので、こんな感じで酢胡椒にしました。レンジでね、1分40秒とかかな、チンするだけですけども、なんかちょっとひと手間加えたい人は、これ水溶き片栗粉と一緒にフライパンでね、炒めてあげると羽根付き餃子になるから、それもいいと思います。うまいて。こんなんうまいて。うまっ。ああ、やっぱ最初のビールに戻りたくなってきた。うん。うん。ダメだ。ビール飲みたい。ダメだ。ビール飲みたい。ダメだこりゃ。ダメでした。我慢できません。
やっぱ餃子はビール飲みたいよ。まだこっちあるからこれはチェイサーにさせてもらいますね。いただきます。幸せなんだろうこれ。酒好きにはたまらんで、同じセブンイレブンに行けばよ。1000円でこんだけつまみ買えたらもうさ、毎日行きたい。なんか今日めっちゃセブンのこうなんかいいとこしか言ってないから、ちょっと宣伝動画みたいになっちゃいそうで嫌なんだけど。嫌だけども、ちょっと今んとこいいとこしか言えてない。嫌だ、ちょっと荒探ししよう。セブンのなんだろう、セブンイレブンってさ、なんかさ、すげー近くにセブン 2,3 店舗あったりするよね。あれ意味あるかな。ごめん、こういうことしか出てこねえ。うんうん、あー順調に酔っ払ってきました。どれも結構一人でもね、食べきれるようなサイズ量で売ってるから、本当に一人飲みにもすごく嬉しいサイズ感だし、価格がなんといっても安いよね。私初めてこのセブンの餃子を知った時すごく衝撃的でした。うまそうだろりくねえ、ライスで食べて。もう今は諦めて、ライスで食べよりく。ふんダメです。ちょっとうまいけど、やっぱ氷溶けてきてお酒ちょっと薄まってきた感じするんで、ちょ金宮投入します。まず酒くずだなってこういう時に思うんですけど、結局そうじゃん、チューハイってさ、やっぱ酒薄いじゃんね。やっぱちょっとさ、酒足さんと、濃度上げてかないと。そのためにここに置いておりました。マドラーなんて持ってないもんね、箸しかない。あーうまくなった、激うま。やばい、お腹出てきた。デニムのボタン開けていい？酒マジですぐなくなるので、ちょっと次のお酒はもうちらっとずっと見えてると思うんですけどね、これ、黄金安納っていう芋焼酎です。芋焼酎って結構臭いとかっていう風にね、お思いの方多いと思いますけれども、苦手な人でも飲みやすい芋焼酎じゃないかなと思います。これ Amazon とかでも売ってるのでね、おすすめです。安納芋の芋焼酎なのですごい甘いです。キー、遠だわりにしようかな。芋焼酎のこう臭い感じ、芋感をソーダ割りにすることで爽やかに、あの香りをね甘く広げてくれるので、おすすめしたいと思います。真面目なことを、焼酎検定を持っている私が言いました。いただきまーす、うん、うまい。ちょっとこのつまみ食べちゃおう。中途半端に残ったのは嫌だから、中途半端なのはもう全部食べきっちゃいたい。でしっかり残すやつは明日の朝ごはんにします。うま、犬も猫もめちゃめちゃ寄ってくる。よしよしって言ったら来ちゃった。やばい、顔が、目が座ってきた気がしてます。このカニカマはマジで飲める。飲み物レベルのうまさ。完食。なんか私よく言われるんですけど、一人飲みしてて寂しくないのとか、なんか虚しくならないとか言われたことがあるんですけど、いやそんなことねえよって言えます。友達とかと一緒に飲む機会ももちろん大好きだし大切にしていますけれども、
ただそれとは別物なんですよね。一人で飲む時って結構いろんなこと考えられたりだとか、あとはまあ人のことを気にせず自分が好きなだけ飲んで、好きなタイミングで自分の食べたいものを頼んで、もう好きなタイミングで寝てみたいな、このね優越感はマジでやめられない。多分今日の動画は長尺ですね。きっと20分ぐらいいきますよね。この私のこの動画を見ながら一緒に晩酌をしてくれてるみたいなね方なんじゃないかなとね思うので、なんかいろいろダラダラねラジオ感覚で聞いてもらえたら嬉しいです。ちょっとこのねサバはまだちょっとね残っちゃったんで、これは明日の朝ごはんします。でもいいよね、サバ残したら明日の朝サバご飯定食になるってすごいハッピー。じゃあこれを飲み切って終わりにしちゃおうか。ごちそうさまでした。はい、ということで考えたら1,2,3,4?4杯しか飲んでないね。居酒屋で多分飲んだらこれだけじゃ私全然酔わないんですけど、宅飲みだったら結構すぐ酔うので、本当に宅飲みってコスパがマジでいいなっていうことをね改めて感じました。ということで今日はちょっとセブンイレブンでね1000円分あのおつまみを買ってみたんですが、食べきれずにこう残ってしまうっていう、それぐらいもうしっかり食べました。幸せでした。お酒も進むし、これなんかはねほんとセブン限定のねやつだったし良かったです。美味しかった。たまにはねお家でできるこういうちょっぴり贅沢な空間を楽しむのもいいんじゃないでしょうか。皆さんもぜひいろいろコンビニで宅飲み企画個人的にやって。あ、好きなコンビニとかぜひコメント欄で教えてください。私は今日ねセブンのやつやっちゃったからやっぱセブンが好きですけども、どこのコンビニも大好きです。はい、もう自宅警備員の強い味方よね。うん。はい、ということで最後まで動画見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録やツイッターのフォロー、インスタグラムのフォローなんかもしてみてください。奈良岡莉子でした。ベロ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 ー。バイバイ。